の池下直樹選手からの発声ということになります。池下選手、1本目はですねちょっとゴールできなかったんで成績が残ってません。ここはね確実にゴールを目指したいところです。順調に4番まで来ましたね。まあ、このカテゴリー皆さんよくご存知の羽田拓也選手、はい、佐々木翔太選手もちろん素晴らしいんですけれども本当にこの山本健吾選手の下からの追い上げが ね、 そうです ね、 ねまだ高校生しかも、矢沢さんもあれですよね、 NHK 杯を制したのは確か高校生の時じゃなかったでしたっけ。高校生の時でした ね、 ね、やはりそれぐらいの勢いが今もあるというのは素晴らしいですね。素晴らしいですね。もしかしたら山本健吾選手あたりの高校生のうちに日本一を達成する、ね、そんな場面が、はい、夢ではないですよ。あるかもしれないですよね。素晴らしいです。そう、そして松原圭選手がコースに入ってきています。松原選手今日 C1 に K1 に C2、はい、C2 も、はい、だからこれが4本目かな。もう4本目ですか。はい、すごいね。すごいです。素晴らしい。彼女好きなんですね。好きなんですよね。もう久しぶりにあの見ましたね。でもね、レースでは、はい、はい、国会ではよくお会いしますけどなかなかいいですね、はい、松原選手は1本目6位で終えました。3回タッチがありまして6ポイント今も加算されています。当ててしまいましたね。そうですね、今9番揺れてますね。そして1本目は13番ゲートでもタッチがありましたのでここのラインは修正することができるか。13番ゲートも落ちた時に当たっちゃうんですよね。かなり集中してコースを見極めなければいけませんね。ひっくり返ってしまった。あれ1本目でもあそこひっくり返ってた。そうですね、なんかバランス崩してました。あ、池下選手がフィニッシュしました。でも2本目の成績は残りそうです。あ、そうですね。はい、松原選手がちょっと苦戦してますかね。苦戦してます。上からはさすがですね。ロールでコースにきっちり戻っていきました。上からは57番の佐川浩司選手です。佐川浩司選手、山梨県ですね。1本目は、7位で終えました。山梨からどのぐらいですか。どれくらいかかるんでしょうね。結構遠いですね。結構遠いと思いますよ。はい、青森 の、 あのスプリントやってる子どもたちも、ええ、あの全国小学生の大会に山梨に行ったりして、はい、あ、そうですか。結構遠くて大変だって。でも結構ね、皆さんあの8時間ぐらいの感じで着くところは近いって言いますからね。そうですね。関係者の皆さんで恐ろしいですよね。8時間も近いと表現しますからね。佐川選手のまた、ちょっとなかなか、あ、おっと、おっと、ちょっとロールして、おっと、ハンドロールか。いけ、いけ、いけ、水中にいるけど、結構長くなってますよ。長くなってます。ちょっと大丈夫かな。レッスンかな。ドキドキしました。佐川選手は1本目の成績が採用されるということになります。ちょっと避けれるかな。今 上からもうね人が来てますよ。48番小野塚選手です、うん、うまくかわしましたか。いいですね。佐川選手も分かってますね、この辺りをね。素晴らしい。そして27番田中俊介選手も発生いたしました。田中選手1本目は4位で終えています。タッチは2回ありました。その、ね、男子 C1 のカテゴリーは1本目ノーペナルティでまとめた選手がいなかったんですよ。そうなんです。だからあの修正していけるかなというところだったんですけど、はい、今のところちょっとみんなペナルティがついている感じですね、はい、田中選手どうですかね。今のところいいんじゃないですか。いいですよ。ここまでは順調ですよ。ちょっとね、後半下流の方で17番ゲートあたりがかなり大きく揺れてるのが気になります。小野塚龍馬選手がちょっと通った後かな。かなりゲートが揺れてますね。小
花火屋はやっぱりブレードが肩も近づいてないので、はい、持ち替えたりクロスでこう手札を組むっていうのはすごく難しい。そうですね。ただクロスを組むのが得意なのは佐々木進選手がね、そうですね、上から来ましたね、降りてきましたけれども、1本目は2位という山本圭吾選手に 5.87 のビハインド。上げていきますかね、2本目。いいですね。いや、さっきも話をしていたんですけども、佐々木兄弟はね、強いんですよ、白神カップは。そうなんですよね、毎年。はい。ワイルドも、すべていい成績で終えてますよね。小野塚龍馬選手がフィニッシュとなりまして、1本目の成績が採用されるということになりました。龍馬選手、大丈夫かな？まだいますね、コースに。ちょっとそこから上がれない感じですもんね。そうですね。花火屋終わるまでなかなか抜け出せないかもしれないですね。花火屋、怪我ないですか？大丈夫。大丈夫っぽい。はい。OK。あと、2人。あと2人、待ってください。ちょうど、大会でほてった体をここで冷やしてみた。そうですね。でも次もあるんでね、K1 もね。ああ、次も。なるべく早く上がらせてあげたいところなんですけど。さあ、34番、中島真人選手が上から。見えてきました。中島選手は早いですよね。早いですよ。いい、今日もダブルエントリーです。モノトだって本当に小さい頃はあのカヤックしか乗ってなかったですよね。そうですよね。多分いつの間にかカナディアン乗ってる。大きくなってから、きっと大きくなってもまだ大学生ですけど。あ、大学生なの？まだ大学生ですよ。いや、ちっちゃい頃から乗ってるんで、あれですよ。ずっといる。ずっといるっていうイメージがあるんですけど、まだ大学生なんですね。13から14の渡りもうまくいってます。いいですね。さあ、そして最終走者の山本圭吾選手も今、はい、見えてきました。4番ゲートまで到達したところですね。もう今やアジアの山本ですから。1本目から どれだけ上げてくれるか。そうですね、1本目はね、1回タッチがあったんですよ、はいはい、これを、まあ、いかに減らせるか、ね、攻めてますね。自分との戦いでしょうね、ここからはね。佐々木すぐる選手は、1本目の成績が採用されるということになりました。お、ただマナトがいいぞ。マナトが 84.87 84.87 でフィニッシュになりました。やばいんだ。やめてくれ。これはすごい。中島真人選手が 84.87 でフィニッシュ。1本目の山本圭吾選手の 86.68 を軽く抜いていきました。おお、やはりこれはいい戦い。素晴らしい。素晴らしい。もう男子 C1 はこの松戸の戦いということになりました。中島真人か山本圭吾か。さあ、ここまで山系もタッチはなさそうです。お、これもノーペナルティでまとめてきたか。中島真人選手もノーペナルティでまとめましたけれども、今山本圭吾選手がフィニッシュしたようです。さあ、 84.87 を抜いてくるのか。 80.25 80.25 でフィニッシュ。全然心配いらなかった。